こんにちはオーベルジュチャンネルです、えー、今日のテーマはこちら、えー、2024オーベルジュ秋冬コレクションの、えー、オリジナル開発素材こちらの解説をさせていただこうと思います、えー、まず最初にねあの2024秋冬の、えー、とコンセプトここの、えー、お話からなんですけれども えー、テーマをね、工芸ということにさせていただきました。えー、フランスが、フランス語だとね、アルティザナーというなるんですかね、工芸品というような、えー、テーマになります。まあ、何かというと、あの、今までオーベルジュが得意とする、えー、例えばワークであるとか、ミリタリーであるとか、あとね、民間の人々のね、おしゃれ着であるとか、えー、そういった、えー、本当に身近な、えー、レディメイドなファッション、 こちらを、工芸というね、例えばオートクチュール的であるとか、職人の手工芸であるとかね、そういう日本の古来のずっと培われてきた歴史ある伝統テクニック、それにこういうレディメイド品をクロスオーバーさせたら何が起こるんだろうか。 そんなところでね、あの、いわゆる我々の、えー、脇を固めていただける職人軍団が、えー、あの見つけてきたいろいろなね、あの、世界のレアピースをベースに自分の工芸テクニックっていうのをね、いかに注入するかっていうのを、えー、存分に発揮していただいたのが、えー、今回の、えー、テーマの、えー、とベースの、えー、になっております。まあ、そんな中でね、えーと、今回第1話目、一つ目のテキスタイルの解説なんですけれども、えっ、ー、とね、 まずじゃあいきますよいきなりこちら、えー、イギリス軍が60年代以降、えー、ずっとねあの使っている DPM かもと言われているねディスラプティブ、えー えっと、パターンマテリアルっていうね、ちょっと舌噛みそうな、えー、名前の DPM かもって通称呼ばれている、えー、カモフラージュ素材なんですけれども、えっ、ー、とね、これをじゃあの、まあ、どういうふうにね、アレンジしていくかとなった時に、最初にちょっとね、これを見ていただきたい、見ていただきたいんですけれども、これ、これね、あの、うちの卸先の、えっ、ー、と、つくばのダイアリーズさんからちょっと拝借した、えー、画像なんですけれども、これね、えー、と80年代にイギリス軍が、えー、とバブアー社に、えー、作らせて ていっ、えー、と元々はねあのベースの形自体は、えっと、ねソルウェイジッパーというねあの服なんですけれどもソルウェイジッパーの上に、えー、イギリス軍開発の DPM カモを乗せてオイルドクロスにして、えー、納入させていたという、えー、本当に80年代のもうほんの1位。 数年間だけ、あの、しか作られていないというね、あの、イギリスマニア、えー、バブワーマニア、いろいろマニアいらっしゃると思うんですけども、その方々の垂善のアイテムということでね、陳重されているのが、こちらの DPM by バブワー2ワラントモデルというのがね、あるんですよ。 ま、これね、あの、これ DPM なかなかね、激しい柄で、であのー、オリジナルはね、オーラがピンピン出て,てかっこいいんですけど、なかなか街で着るには、あの、あのー、痺れる柄ではあるんですよ。というのの存在を、あとねこ、そう、このオリジナルをね、アーチさんのイベントとかでも拝見して、うーわー、オーラすごいなと思って、ええー、まあ、いたんですよね。ま、ま、もともとね、あの、存在はしていたんですけれども、で、ある日ね、 ネットを見てたらこんなもの見つけたんですよ。これも、えー、バブワーが作った今の DPM カモの80年代ものなんですけど、結局こう、ユーズドとして着ていくと、まあ、汚れるじゃないですか。で、どんどん油が、じん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 染みていくと、いわゆる派手派手だったこの DPM 柄が、沈み込むんですよね、柄が。これを見た瞬間に、ちょっと我々ね、アーティスト魂、ちょっと火がついてしまいまして、そっか、シャドーボーダーに転ぶ、 こう、油で眼心し,した、ユーズド感のある、えー、バブワー服っていうのは、かっこいいんじゃないかと思って。まあ、そんなことに、えー、気づいてしまったんですよ。もともとはこれですよ。これに油がぐーっと染みていくと、こういう風なね、シャドウ柄になると。いうことになったんですよね。じゃあ、これどういう風な、えー、テキスタイルに、この、えー、シャドウ柄を表現しようかってなったときに、あるじゃないですか、我らの。 えー、オーベルジュクロスがと <laughs> いうことで、ダイワインターテックスさんにご相談をしたんですよね。で、えっ、ー、と、ダイワインターテックスの中でも、えー、ベから始まる5文字の、えっ、ー、と、最も打ち込みがある、だ多分ん、たぶね、世界一打ってる記事じゃないかって、打ち込んでる記事じゃないかっていう、えー、オーベルジュクロスを、えー、っと、使うということで、まあ、決めたんですよ。 なんですけど、えー、ベから始まる5文字の記事というのは、一つ特徴がありまして、要するに、えぇ、ー、ありとあらゆるものを跳ね返してしまう。水も、えー、染み込まないように、こう、打ち込みで頑張るとか、あの、とにかく、えー、体をね、あの、外からのものに対して防御するというのが、え最大のメリットの記事であるわけだから、実際にじゃあこういうね、プリントを、えー オーベルジュクロスに、ダイワインターテックのオーベルジュクロスにスローと思うと、なかなか厳しい戦いだってことがね、やってみて分かったんですよ。やっぱ、寄せ付けない記事であるわけだから、えー、柄を寄せ付けてっていうと、なかなか弾かれてしまうというね、あの、そういうのとの戦いがございました。というので、えー、アルチダナルチームが、えー、このいかにオーベルジュクロスに、えー、柄を乗せていくかということで、京都チームで何度も何度もやってくださって、なんと、この度 開発に成功いたしました。で、お披露目、こちらになります。これ今ね、ちょっとね、デジタル画像でね、撮ってるので、ちょっとね、明るめに映ってるんですけれども、これね、もっともっとね、暗いです。暗いけれども、当然ね、柄が、えー、見えております。えー、っとね、顔料で、えー、ここね、4色ですよね。4色で、えー、DPM 加盟を、の60年代のオリジナル柄を、えー、擦り込んでいきながら、えー、オイルドで眼振させると。あの、 こうベタベタなオイルじゃなくてね、今のこうサラサラオイルがあるんですけれども、えそうやって眼振させてえ、柄を沈み込ませるというね、ちょうどだから、これ、このイメージを、えー、お作りした京都チームの、えー、が素材が、えー、ねこちらに、我々オリジナルの生地がこちらになります。 もうね、で、これね、何を作ったかは、ちょっとね、お楽しみに、えー、していただきたいんですけれども、あのー、ちょうど前方紹介の時に、えー、披露いたしますけれども、もう実はね、うん、パーストね、出来上がって届いてるんですけど、むちゃくちゃかっこいいもうなんかね、えっ、ー、とね、明細の服を着るというね、感覚が、ここでちょっと変わるんじゃないかというね、あのー、気持ちがいたします。なので、今回ね、あの、この第一素材、えー、バブアー DPM カモンの、えっ、ー、とね、 シャドウタイプね。これをね、ちょっとね、第1話目としてお話しさせていただきました。で、あとね、ちょっともう一つこれもね、お話ししておきたかったんですけれども、えっ、ー、とね、この、えー どうしてもこうウクライナであるとかね、あのガザ地区であるとか今ね、ちょっとね、こう、いわゆる、えー、紛争戦争ということがどうしても大きな臭い、えー、世の中になってる中で、こういうミリタリー由来の服っていうのを作るのがね、なかなかちょっと我々も、あの、慎重になるというか、あの考えさせられること多いんですけれども、えっ、ー、といわゆるね、あの、じゃあ、 なんで我々がミリタリーに惹かれるのかというとやっぱりこう本当にこう、えー、極限のところで使う道具であるとかあと何ですかねあの どういう意味で作られているのかわからないという謎の部分であるとか、やっぱりね、こう、プロダクトマニアがもう火がついてしまう、もう、ネタ満載なんですよ、もう。やっぱりね、止められないですよね、こういったものっていうのがた。ただ、それをそのまま作ってしまうということは、なんかね、こう、なんか戦争賛美みたいなこととか、あの、そういうことにつながってしまうような気もいたしますので、いわゆるそういうかっこよさの部分とか、謎の部分っていうのを抽出して、それに、えっ、ー、と、今回のアルティザナーのね、工芸、 工芸のテクニックを加えることで、えー、とさらにこうアート像の高い、えー、ファッションに昇華させていくと。まあ、それがね、今回の、えー、と裏テーマとなっているんですよ。なんで本当にね、あの、ミリタリー由来ではあるけれども、えっ、ー、と、それをこう身につけた瞬間の、えー、と雰囲気とかね、あの、面白さというものは、えっ、ー、と、また違う別軸のものに、えっ、ー、と、 流れていきますのであのその辺もねあそういう感覚だものなんだなってことを、えー、お楽しみいただければというのをちょっとね付け加えさせていただこうと、えー、思いますじゃあ、えー、今回かねこの a、えー、dpm カモバイシャドーバブアバージョンこれでね何を作ったかというのは、えー、前から紹介でお楽しみということで、えー、今回のテキスタイル第1話目を終了したいと思いますよろしくお願いいたしますありがとうございます